藤千里です。私の好きな映画は50回目のファーストキスがとても好きで、もう何回も何回も見てるんですけど、笑えるんですけど最終的にはすごく感動、涙ありっていう感じの、そういう素敵な、ハワイでなんか撮ってるらしくて、すごく素敵な、映像も素敵だし話の内容も面白いなと思って大好きで何回も見てます。ドラマで好きな、作品は、なんて高円寺、何高円寺だっけ、高円寺の石原さとみさん主演の高円寺ガールがすごく好きです。すごく石原さとみさんのファッションもすごく見ていて楽しかったし、こいつっていうお仕事自体私初めて知ったので、あ、こういう感じなんだとか、それをなんか面白く撮っているのがすごくよくて毎週見てました。はい、好きなアニメ漫画は鬼滅の刃が好きです。あの、私普段アニメとか漫画あまり読まないんですけど、すごい流行ってるって聞いて見てみようって思って見たら、見事にハマっちゃってもう一気に見てしまいました。 YouTube 普段から好きでいろんなジャンル見てるんですけど、一番好きなのはハマってるのは、芸人さんとのコラボ動画がすごい面白くて、カジサックさんだったりとか、あとオリエンタルラジオさんだったりとか、その辺をのコラボ動画だったりとかを見ています。あと最近はラストナンバーで一緒に共演したリコちゃんの YouTube もすごい可愛いなと思って最近見始めました。私の尊敬している役者さんは、石原さとみさんがとても好きで憧れています。演技ももちろん好きなんですけど、そのいろんなインタビューとかを見ててもなんかすごく努力家なんだなって、その一つの作品に対しても準備だったりとか、衣装のことまでもいいだとか、そういうなんか視点も素晴らしいなって思ってるので、すごく憧れます。演技をし始めてまだ間もないんですけど、その台本をもらった時に自分の役だけじゃなくて他の方の役の状況だったりとか、全ての役においての気持ちだったりとかをしっかり読み込んで、自分の役だけを考えるんじゃなくて他の方の役も考えて、で本番撮影日にはその相手の方、共演者さんの言ったこととかをしっかりと受け止めて本当に会話するようにしようって心がけています。私は、いろんなどの役にもハマれるような女優さんになりたいなと思ってます。では行きますよ。最初はグーじゃんけんほいチョキ勝ちましたか。バイバイ。